え、どうしたって、なんでそこ行ったって、絶対無理やん。一回生活レベルを上げたら下げられへん人みたいになってる。結婚相談所にすぐ入った人の方が地に足がついてるし、すぐに結婚できる。婚活アドバイザー狩谷正弘です。婚活アドバイザーの豊田です。せーの、結婚物語チャンネル。はい、というわけでチャンネル登録増えてます。増えてますね。この前強制しましたからね。ありがとうございます。絶対に登録しろと。この間から強制だと。今日も強制なので、はい、初めて来られた方は必ず登録をお願いします。はい、というわけで、はい、今日はマッチングアプリを使うから結婚が遠のくという話をしていきたいと思います。はい、結婚したいと思った時にいきなり結婚相談所に入る方はもちろん賢いと思うんですけど、そういう人はあんまりいないと思うんですよね。お金もかかるし、こういろいろ書類も集める必要があるし、安全なのは分かってるけど入るまでのハードルが結婚相談所はちょっと高い。最初にね、出会いたいと思った時に手軽なアプリが目に入る、これはもう仕方がない気はするんですよね。別にアプリをやる人が悪いわけじゃない。特に女性は無料だったりするから手軽ですよね。ただアプリをやってしまうと結婚がね、遠のくんですよ。これはもうガチです。もちろん結婚する人もいる、やってる人数自体が多いですからね。ただ構造上アプリで結婚できるのはこの2パターンです。1つ目がイケメンやコミュ力が高めの男性、2つ目が高望みじゃない女性。これ以外の方はちょっとアプリで結婚するの難しいなっていう風に感じます。普通の男女にとってはかなり厳しい戦場、これがアプリ。なぜそうなるのかを女性と男性に分けてお話をしていきたいと思います。はい、まず1つ目、普通の女性は格上のやりもくに遊ばれる。これはね、もうどのアプリでもものすごく出てきてるパターンだと思うんですよ。遊びたい男性にとってアプリほど便利な場所ってないんですね。職場とか趣味のサークルだと両方知ってる共通の知人がいるじゃないですか。そうなるとひどいことをしたら悪事が広まる可能性がありますよね。はい、例えば職場内で三股かけてたらバレたら大変なことになるじゃないですか。でもアプリって自分の職場とか住所、下手したら本名すら教えなくても付き合ったりエッチしたりってことができる。で、女性の LINE をブロックしてしまえば二度と彼女は自分にたどり着けない。共通の知人もいないから。女性は彼氏にしたい人ってね、ほぼほぼ結婚したい人に近いものがあるじゃないですか。はい、女は恋人にするまでの審査、エッチするまでの審査ってのがすごい厳しい。簡単に付き合わないんだけど、付き合ったらエッチするし結婚も考える。だから男向けの本っていうのは彼女を作る方法とか女の子とエッチする方法っていうのはいっぱいあるけど、結婚してくれない彼女に結婚してもらう方法っていう本は出てないんですよね。なんでかって言ったら彼氏になったらもう結婚までの道っていうのはすぐなんですよ。ところがね、男性は逆なんですよね。付き合うのがね、どの人とでも付き合える。金遣い荒い女でも性格ゴミでも顔が好みでノリが良かったら全然付き合える。エッチするんだったらもっと簡単。顔が好みじゃなくてもね、ブスでも会話全然面白くなくてもやれるんだったら OK っていう男性はいっぱいいるわけです。でも男性は結婚は本当にいいなと思った女性としかしないんですよ。それが男なんですよ。だからね、女性向けの本で男とエッチする方法ってあんまないと思うんですよ。なんでかって言ったら、女性はやろうと思ったらどんな人でもね、エッチまでは全然できるから。ブスの女の人がイケメンとやろうと思ってもエッチだけやったらできるんですよ。その代わり結婚してもらえない。その、ね、男女の差っていうのがあるんですよ。結婚してもらえないから彼に結婚を決意させる方法っていう本がいっぱい出てるんですね。男性と女性でまず付き合うハードルと結婚するハードルっていうのがかなりちゃうっていうことは押さえといた方がいいんですよ。なので女性に絶対分かっといてほしいのが、男はエッチするなら相手を選ばないってことなんですよ。結婚したくない女ともエッチはできるんですよ、男は。アプリではね、ハイスペイケメンが平気で顔の散らかった女とマッチングするわけです、エッチしたいから。で、最近はね、遊び方が上手くなってて、みんな女性が逆ギレしないように3回目で告白して付き合ったっていう体裁を取って数ヶ月間会って何度かエッチして飽きたら別れる感じとか連絡取れなくなってフェードアウト。これをね、付き合ってるって女性は思ってるんだけど、もうそれが同時並行で3人とか4人とかいるわけですね。一緒にアプリ大会しようって彼女に言うんですよ。で、一緒に大会したふりをして彼女をブロックしてるから、他の人にはバンバン彼女から見えないだけっていう形にね、してる男性はいっぱいいるんですよ。これ本当にね、アプリから女性行かない方がいいなと思うのが、アプリって最初全然高望みじゃなかった女性でも、本来なら釣り合わないレベルの男性からやりもくでどんどんいいねが来るんですよ。実際にね、会えるとこまで行けるんですよ。
本当は付き合ってないんだけど告白してくれるっていう体裁を取ってくれるから付き合ってるって思い込むんですね。そのハイスペイケメンと絶対釣り合わへんのに。するとね、女性はみんな勘違いするんですね。私はこのレベルの人と付き合える、このレベルの人がふさわしいんだっていう風に勘違いをしてしまうんですよ。で、数ヶ月で別れてを繰り返してね、嘘つかれてるから、あ、転勤だったら別れても仕方がないよねとか、出会った時期が悪かったなとか、あ、彼には結婚願望がなかったのかなって思い込んで自分のレベルそこやと勘違いするんです。違うんですよ、やりもくなんですよ。最近私がすごく怖いなと思うことが一個あって、結婚相談所だとね、ありえない年下に申し込んでくるおじさんっていうのは昔からいたんですよ。40代のおじさんが20代に申し込むとか絶対無理やんみたいな。ところが昔はね、いなかったありえない年下に申し込むおばさんっていうのが最近増えてるんですよ。本当に40代の、別にすごい美人でお金持ちとかじゃないんですよ、本当に普通の40代のおばさんがアラサーの年収1000万のかっこいいイケメンとかにね申し込んだりするのを時々見るんですよ。え、どうした、なんでそこ行った、って絶対無理やんっていうところに来るんですよ。以前うちにそういう女性がいて、どうしてうまくいかないんでしょうって私に聞いてくるから、私もね、なんでそこに行ってしまうんですかって、絶対無理なとこですよって説明したことがあるんですよ。ほな言うんですよ、彼女が、アプリでは会えてたから、アプリでは付き合えてたからって。恐ろしいなと思いました。本人もあれ、なんかおかしいなっていうのは分かってるんですよ。アプリではめちゃめちゃ会えてたけど相談所では全然会えない、もしかしたらこっちが本当の私の釣り合う相手なのかもっていうのをうすうす分かってるんだけど、でもね、アプリでは会えて付き合えて本当に付き合ってるか分かんないけどセックスまでしてるわけですよね。その輝かしい日々が忘れられないわけです。私、自分より年下の10歳下のイケメンとデートして好きって言われてエッチもして、そんな日々を過ごしてたもんっていうのが残ってるんですよ。一回生活レベルを上げたら下げられへん人みたいになってる。今さらシャワーがない家に住める日本人ってあんまりいないじゃないですか。年下のイケメンとデートした人が今さらね、同年代のおっさん、まして年上のジジイなんか絶対無理みたいになってしまっている。アプリの後遺症本当に恐ろしいなと思って、今私が話に出した方は年上のイケメンとね、お金持ちのイケメンと結局結婚して去っていったから、もう今はもう笑い話なんですよ。その人も喋っていいよって言ってくれてるんだけど、やっぱりね、こういう感じでアプリでね、夢を見させられて夢から覚められず、現実的に自分が釣り合う相手を受け入れることができないっていう女性はいっぱいいるんじゃないかなと思います。もちろんね、昔から高望みの人っていうのはいたんですけど、最近本当に女性の高望みレベルがすごい上がってて、え、絶対結婚できんで、そのままではっていう人が増えてる印象があるんですね。それの多くがアプリが原因なんじゃないかなって思ってます。直接ね、相談所に来る人ってそんなに高望みじゃないんですよ。アプリ頑張ってうまいこといきませんでしたって、何人かと付き合ったけどみんな結婚願望がなくてって入ってくる女性の高望みぶりはやばいものがあるから、アプリ経験しちゃった人より結婚相談所にすぐ入った人の方が地に足がついてるし、すぐに結婚できる。だからこの動画見てる人でね、もし今出会い求めてて結婚相談所に入ろうかな、それとも安いからまずはアプリから始めようかなって思ってる女性がいたら、絶対結婚相談所から行った方がいい。続きまして、女性はそうなんですけど、男性もね、アプリはね、やらない方がいいんじゃないかなっていうのがあって、それがなぜかっていうのを言っていきます。はい、これはもうさっきと逆パターンなんですけど、二つ目は、普通の男は女性に相手にされない。もちろんね、身長185円のイケメンで LINE のやり取りが上手な男子とかやったら、もうアプリはね全然ありだと思ってます。ある程度年収があってね、デートでおごれる、エスコートできるっていうんだったら問題なくね、彼女もできるし、そこから結婚っていうのも不可能ではない。ただ、さっき言ったみたいにアプリって遊んでるイケメンが女性陣を独り占めしてる感じなんですよ。例えば100人の男と100人の女がいるとして、5人がイケメンだとしたら、女性の90人はその5人に行ってる状態みたいなもんやと思ってください。もうそもそもね、普通の外見の男性っていうのは女性の目にすら入れない。たまにね、マッチングしてね、やったーって頑張ってメッセージ送るじゃないですか。これね、メッセージのやり取りも遊んでる男性の方が絶対真面目な男性より上手いんですよ。会いたくさせるのがね、上手なんですよ。普通の男子やっぱり LINE 下手すぎるんですよね。よかったら会いませんか、笑いみたいな、何笑っとんねんみたいな、そんでもうそういうのが重なって、いつの間にやらね、フェードアウトですよ。マッチングしたって喜んでたら、他にね、イケメンともマッチングしてるから取られてるっていう状態ですよね。
アプリのね、何が大変ですかっていうデータ取った時に、女性はメッセージがいっぱい来てマッチングしすぎて辛いっていうのがね上位に来てたんですけど、男性のダントツ1位ってなかなか会えない、マッチングしてもフェードアウトされるようになったんですよ。女性は入れ食い状態やけど、男性はもうね会うところから大変、3人に1人は会わずにねアプリやめてるっていうデータもあるので、会うとこまで何とか行ったとしてもやっぱりね、遊んでる男の方がいい店知ってるんですよ。真面目に付き合おうと思ったらいい店で全おごりって厳しいじゃないですか。だってちゃんと付き合おうと思ったら続かへんから、行ける程度の店でもしかしたらねちょっと女性にも出してもらうかもしれない、真面目な男性はね。ところがもう遊び人っていうのは持ち帰ることしか考えてないし、1回に全力かけてねおごってきてってやられたら、女性側もねすごいいい人やなってなってしまうんですよね。そこで差がついちゃう。続けるつもりがないからいい顔見せてるんだけど、それがね女性には分かんないから、みんなそっちの方に行ってしまうんですよね。どうしてもね、遊んできた男の人の方が会話も面白いしスマートにおごるから、マッチングまで大変で、マッチングしてもなかなか会えへんくて、やっと会った女性でさえ他に会ってるイケメンに持ち去られているっていうのがアプリの普通男子の状況なんですよ。真面目に生きてきてね、付き合った彼女が3人ぐらいしかおらん男が遊んでる男にね勝てるわけがないんですよ。どうせもっと勝てるわけない。なのでもうね、普通で真面目な男性陣は早く結婚相談所来た方がいいのになって思います。アプリからねやっぱ結婚相談所に来た真面目男子ってもうみんなね、なんでもっと早くここに来なかったのってなってるんですよ。男性にとって一番厳しいと言われてる愛知県とか福島県とか、あの辺りの男子にもアプリより全然会えるってみんな言ってるから、遊んでるイケメンがいないっていう、それだけでも結婚相談所めちゃめちゃ戦いやすいので、普通の男子はね結婚相談所来たらいいんじゃないかなと思います。真面目なイケメンもね、遊んでるイケメンには勝たれへんから、結婚相談所来たらもうイケメン大人気やからね、ぜひ来てほしいなと思います。ハイスペイケメンもね結婚相談所にもいっぱいいるんだけど、ハイスペイケメンはやっぱりねハイスペ美女と会うんですよ。だって結婚相談所ってエッチができないから、結婚したいなって思う人にしか行かないんですよ、ハイスペイケメンも。だからね、微妙な相手に手出してる暇がないから、ちゃんと釣り合う女性とね会うことができます。ハイスペイケメンが自分より下に行かへんから、それが結婚相談所なのでね、自分と同じレベルの女性に会えて、会えた上で大事にしてもらえるのが結婚相談所だから、男性はねアプリやるよりね結婚相談所来た方がいいなと思います。結婚相談所にはね普通面とブサ面の人権があるんですよ。アプリはねイケメン以外は男の人権なくないですか。女子がほんまに私たち上ですからみたいな、もてなせよお前らはみたいな感じじゃないかなって。もう平気でドタキャンする女子いっぱいいるでしょアプリって。相談所は本当に遅刻とかドタキャンはペナルティーがあるし、証明書とかめんどくさい書類をちゃんと出してお金も毎月払ってるまともな女性が多いから、飯目とかいい加減な子っていうのはアプリに比べたら圧倒的にいませんから、アプリですごい頑張ったのに1年で2人しか会えなかった男子がいて、その子も相談所で活動したら初日に50人からね申し込み入ったんですよ。だからもう本当にねアプリやる時間が無駄なので、早く相談所に男子は来てほしいなと思います。ただ面白いのがね、アプリをちょっとやってから入ってきた男子はすごいモテるし成婚率が高いなって感じてて、多分なんですけどアプリってね女子にメンタルボコボコにやられるじゃないですか。もうカス扱いされてるから、相談所来てアプリを日本で素敵な人とか若い人とか可愛い人に会えて、立場もやっぱり対等ってなってきたらめちゃめちゃ婚活楽しいし嬉しいっていう気持ちでハッピーなオーラが出ちゃうのかな。アプリと比較したら天国ってみんな言ってるけど、だからやっぱりね男子は数ヶ月アプリやってから結婚相談所に来ても高望みにはね全然なってないし、むしろちょっと力ついてくる場合もあるから、女子は絶対アプリやらん方がいいけど、男子はアプリやるのは別になしではないかなって思ってます。ただねちょっとねやっぱりハイスペイケメンでない限り長くはやらん方がいいと思ってて、アプリでちょっと厳しいなっていうのを味わったらすぐ結婚相談所入ったらいいんちゃうかなと思うのが、アプリで一番ダメなのはこれ3つ目ね、男性も女性も長くやると異性が嫌いになる、もうこれに尽きると思うんですよ。アプリってそもそも共通の知人がいない、人が悪事を働く時って自分がずっといるコミュニティとか知人がいっぱいいる場所で悪事を働くのは罪悪感を感じるし、バレる可能性が高いんですよね。バレたらそのコミュニティ内でソース感を食らうじゃないですか。でもアプリではこれが全くバレないわけですよ。もう自分の本名とか職場とか住所とか教えなければ、相手にひどいことをしても相手が自分にたどり着くことすらできない。結婚相談所ではまあドタキャンとか遅刻したらね相手がクレームを入れるから相手の相談所にバレるし、そこからもちろん自分の相談所にもバレるしね、そもそも登録するときに自分の住所とか全部教えてるわけですよ職場とかね。やっぱねこの悪
事をやろうと考えた時に誰かに見られているのか罰があるのかっていうのって結構人の行動に影響すると思ってて、例えばね、もう私でもですよ、目の前に1億円置いてあって誰も見てないし、誰にも絶対にこの1億円を取ったことがバレないって言われたら交番届けんと、もしかしたら使っちゃうかもしれない。でもやっぱね、それはそうやと思うんですよ。別にアプリでもね、悪いことをした人を全員罰します、みんな見張りますね、なってたら多分ね、みんなルール守ると思うんですよ。でもそれやったら今の値段ではできないし、その書類とかもチェックする人がね必要やから、人件費もすごい上がってくると思うんですけど、アプリがね悪いわけじゃないんですよ。安い金額で出会いたい人にはすごく役立ってると思うし、高望みじゃない女子、例えば本当に、ね、最初の 2,3 人出会ってその中でいい人が混じっててね、自分と釣り合った人に会える女子とか、本当に結婚願望があってイケメンでコミュ力がある人っていうのは全然アプリで結婚できると思うから、アプリが悪いわけじゃないんですよ。でもやっぱりね、バレなかったら、罰がなかったら、悪いことする人っていうのはねやっぱ出てくるんですよ。同時並行して女の子と遊ぶとか、平気で約束したデートをドタキャンしてイケメンの方行くとか、私もね、入会面談でアプリやってきた女子とか、この人厳しいなと思ってお断りした人がいるんですけど、ドタキャンと遅刻をやっていいもんやと思ってる？男子が予約してね、店を頑張って女子を待ってるのに、それをパッてその日のギリギリにキャンセルしても、全然それぐらい悪いことじゃないって思ってる女子もいると思うんですよ。だって罰せられへんから、それやったところに誰にも怒られへんし。本当に私が思うのが、職場とか趣味のサークルとか、もちろん結婚相談所はそれ以上ですけど、抑止力があるところでね活動した方がいいんちゃうかなと。いろんな人が誰からも見張られずに自由に何でもできる場所で活動してたら、それはもちろんね、自分の身は自分で守らないといけないから、嫌な思いをすることもあるんじゃないかなって。で、長くやればやるほどそういう人に出会う確率も上がると思うんですよ。ちょっとアプリやり続けて毎回フェードアウトしてくる女の子に出会ったりとか、いつもやりもくの男の子に出会い続けたりとかしたら、男って全員こうなんやとか、女って全員ね金目当てなんやとか、どうせ顔なんやとか、異性を嫌なものだって思ってしまうんじゃないかなって思うんですよね。これは本当に良くないなと思うんですよ。アプリにはね、絶対ね、いい男性もいい女性もいるはずなんですよね。アプリでうまくいかなくて、うちに入ってきた会員様たち、本当にいい子ばっかりだったりするから、でもやっぱりいい子もいるけど、悪い人に何回か当たってしまうと、やっぱりね、そうなんかなってなっちゃうから、そういう状態でアプリから抜けてね、違うところで探そうとしても、異性を疑ってると、健康的な関係を築くのがね、本当にきつくなるんですよ。体目当てじゃないかとか、金目当てとか、飯向くじゃないかって疑うところから始まってるから、片っ端からあえて疑って変なこと言って相手が引いちゃって振られちゃうっていう風な形になるから、まずトラウマから直しましょうかみたいな感じの会員様もいるから、アプリから来た人ね、戦争から帰ってきた兵士みたいになってるんですよ。傷つきまくってメンタルが普通の状態じゃない、血が流れてるから、まず横たわって包帯巻くところから始めないと。普通の恋愛始めてね、もう一回新しい戦場に出ていけへん、まず包帯からみたいな人たちもいるので、鍛え抜かれた体のハイスペイケメンとかやったらね、飛び込んだらいいけど、やっぱりね、ハイスペイケメンであっても絶対相談所の方がアプリで出会うよりいい人に会えますからね、間違いなく。男性の場合は絶対結婚相談所の方がいい人に会えるから、女性の場合はちゃんと自分と結婚してくれるレベルの人に会えるから、結婚したいなと思ったら、女子はアプリはやらずにすぐ結婚相談所。アプリの中でも独身証明書とか年収証明書が必要なアプリはまだちょっとマシかなと思うんですけど、何にも証明書出さずに始められるやつはやめた方がいいんじゃないかなと思います。男子もできればやらずに入ってくる、やったとしても本当に短期間やっても無理やったら、女性を嫌いになる前にね、女性がみんな悪人に見えてくる前に結婚相談所にね来てもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで今日はアプリをあんまりやったら結婚遠のくよというお話をさせていただきました、うん、ルールのない婚活のアプリとルールがある婚活の相談所。いや本当にね、うん、アプリ行くぐらいだったら友達の紹介頼んだ方がよっぽどいいのになって思うんですよね、うんうん、やっぱり身元隠せるっていうのは、うん、悪いことするには好都合よね。既婚者が本当に上手に遊ぶようになってるから、うん、付き合ったっていう形にしてね別れたことになったら、こうネットとかにさらされないっていうのを男性陣が学んできて、ほんまに付き合った状態にするんですよ、ね、でも海外赴任になったってずっと東京おる男もいましたしね、うん、彼女ブロックしたら彼女がまたアプリ入っても分かんないでしょ。悪い、そうなんです。本当にね、気をつけてほしいなと思います。ナイチンゲルみたいな。
いや、ですくどうですかね、救いたいですよね。救いたい。傷ついた男子も女子も、うんうん、結婚物語が救いますので、救います。アプリか結婚相談所かって悩んでる方はもう結婚相談所来た方がいい。結婚する気持ちあるやったら結婚相談所行きましょう、うんうん、で今アプリでね、辛い思いしてる人はね、異性に対して疑いの目が染みついてしまう前にね、早く抜けてね、こっちの世界いらっしゃいって思いますね。安全な世界へね、来ましょう。守られて婚活しましょう。はい、じゃあまずはチャンネル登録からよろしくお願いします。そうですね、今週強制となっておりますので、はい、よろしくお願いします。この動画が良いと思われた方はチャンネル登録、いいね、それからコメントよろしくお願いいたします。はい、結婚物語チャンネルは毎週木曜日9時から更新しております。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。はい、参りました。チャンネル登録が増えている婚活アドバイザー刈谷雅宏です。すいません、笑ってしまった。増えてるのよ、チャンネル登録が増えている婚活アドバイザー。はい、これが増えてるんじゃないのか。いや、なんかすごい、あの、ありがた。え、どうしよう、もう一回撮ります。